はいどうも、メダカッキーです。本日はメダカをトンボやヤゴから守ると、お前冬に何言ってんだと、はい、もうそういう声が聞こえてくるんですけど、全然季節感がないメダカ動画を作ったらどうなるかちょっと試してみたいなと思ってですね、ひょっとしたらすごい伸びるかもしれないじゃないですか伸びないと思うんですけど、今更トンボとかヤゴからもうメダカを守る話をね、今日はね熱くしていこうかなと。もう今の時期トンボいないですけどね、ヤゴはいますね。はい、まあトンボとヤゴからメダカをね守っていこうかなという話です。はい、まあトンボの、まあ、幼虫のことをヤゴと言いますね。はい、ヤゴって言います。でですね、何かの本で読んだんですけど、なんかトンボって、トンボじゃないや、ヤゴってメダカを1日に3匹以上、下手したら5匹ぐらい食べるらしいんすよ。はぁっと、そんなにヤゴメダカ食べるみたいな思いません？そんなにヤゴ食べないでしょメダカ。でもなんかね、一冊じゃないっすよ、いろんな本にね、なんかメダカの天敵はヤゴだって、ヤゴが悪い、ヤゴが悪いって言ってたんすよ。そんなに食べないだろうと思うけど、まあヤゴが危ないは危ないんですね。だからメダカ飼育してるとね、ヤゴをね駆除しないといけないみたいな話になるじゃないですか。でね、以前ですね、まあ視聴者のシンマンさんとお話ししてた時にですね、シンマンさんが、まあ、メダカ飼育してるからヤゴとかね駆除しないといけないんだけど、自分が子供の時に一番好きだった虫はヤゴだったそうです。でそのヤゴをこう駆除しようと思ってメダカの水槽から捕まえた時に、あ、俺何してんのかなって思ったって言われたんですよ。もう超心優しいじゃんと思いましたもんね。僕それ聞いてもさっさと駆除しないとダメじゃんみたいな、もしくは揚げて食べたらいいんじゃないのかなぐらいのことをね話を聞きながらね思ってたんですけど、ああ、僕は心が汚れてるなと思いながらね、はい、話を聞いておりました。あ、まあだいぶ脱線しましたね。今日の話はもうただただ脱線するんじゃないかなと思うんですけど、まあヤゴが、まあ、メダカをね3匹以上食べる可能性があると、1日はい。でビオトープなんかしてると、まあ、ヤゴがねすごいね隠れる場所があるので特に危ないよという話ですね。はい、まあすごくね食欲旺盛なんでヤゴ危ないよと。ヤゴより僕はゲンゴロウとかタガメの方が危ないと思いますけどね、まあ、なかなかタガメが来る方はいらっしゃらないと思いますけど、でっかいゲンゴロウ来るでしょう。あいつらの方が強力なんですけどね。まあでもね、ヤゴ危ないってめっちゃ書いてあるんで、はい、ヤゴが危ない話を、まあ見つけたらすぐ駆除するしかないよっていう話なんですけど、まあヤゴって ほぼ一年中いらっしゃいますね。はい、春とか夏に産むんですけどね、トンボの成虫って冬越さないじゃないですか。冬越さないけど春になったらトンボ飛んでるじゃないですか。なんで飛んでるんですかって話なんですけど、はい、まあヤゴが冬の間水の中にいて、その子たちが春になったら飛んでますよという話なんですけど、まあヤゴはすごく大食漢なんで水の中にいる、まあ、水生生物を食べるわけですよ。はい、でですね、まあ僕がさっきからヤゴそんなにメダカ食べないよと、食べないこともないけどそこまでの脅威じゃないよっていうのを、まあ、声を大になんで言えるかっていうと、結構皆さんね外飼育されてある方結構グリーンウォーターなってるでしょ。グリーンウォーターまで行かなくても水はそれなりにクリアだけど、なんか水の底汚れてたりとか、ちょっと水の周りね、水槽の周りになんか苔とかいろいろ生えてたりするでしょ。でそこにね、なんかいろいろいません？ミジンコいたりとかね、はい、あ、まあ蚊の幼虫いたりとかね、あとイトミミズいたりしますよね。
ヤゴって何食べてんのかなって僕もう暇だったから一日見てたんすよ。ヤゴいっぱい入れて、もうヤゴをね20匹ぐらい一つのケースに入れて、メダカいっぱい入れて見てたんすよ。そしたらですね、塩辛トンボとかあれ系のそんなに大きくないヤゴ、あいつらってねそこまでね泳ぐのが、まあ動き早いっすよ、動き早いんすけどメダカほど速くないんすよ。隠れて多分取るんだと思うんですけど、銀ヤンマとかオニヤンマのヤゴはもう別もんすよ。もうあいつらは超ハンターなんで、あいつらは狩りますけどね、あいつらはメダカ狩るんで、あいつらは危ないんで、見つけたらもう即別の場所に入れるなり、もう駆除するなり、あげて食べるなりしていただいた方がいいかなと思うんですけど、あのね、一回りちっちゃいヤゴ、はい。とか、まあ、あと糸トンボのヤゴなんかは、何食べてますかっていうと、やっぱりね、取りやすいものを取って食べてるわけですよ。そしたらやっぱり、糸ミミズとか、ああいうのを取って食べてます。はい。まあ、もちろん、超お腹が減ったら食べるんだと思うんですけど、やっぱり取りやすくてそれなりに栄養があるものを食べてるんで、めっちゃ糸ミミズ食べてますね。まあメダカしかいなかったらそれはメダカを食べるんでしょうけど、まあ稚魚とかじゃなかったらそこまでね動きが遅くないんで食べられないかなと思います。あとね、弱ってるメダカは狩られますね。例えば病気して弱ってるとか、あと水温がすごく上がって38度とか9度とかなってメダカがあんまり動けなくなった時ぐらいに、はい、ヤゴさんたちは結構元気なんでブワーって狩ったりしますね。まあ冬の間どうなんだって、冬の間はねヤゴも動きませんよそんなに、なんで気にしなくていいかなと思います。ただ、はい、さっきも言ったようにオニヤンマとか銀ヤンマのヤゴは冬でもね僕狩ってるとこ見たことあるんで、あいつらはマジハンターっす。あいつらはマジハンターなんで、あいつらはね、どっか他の場所に入れてあげた方がいいと思います。ゲンゴロウはね、かえってね、冬あんまり動けないんで、あいつらそこまで気にしなくていいのかなと思います。そんなヤゴからメダカくんたち守るためにはどうしたらいいんですかという話ですよ。そんなね、もう一日中網持ってね、もうメダカくんたちの水槽の周りで守っとくしかないっすよ。もうトンボ飛んできたら全部捕まえるみたいな、そんなのはできないっすよね。できるんだったらやった方がいいと思うんですけど、できないんで、まあどうするかっていうと、まあなんか防虫ネットとか言うんですか、ああいうネットを張ったりとか、はい、まあ何ですか、ビニールハウスみたいなので囲むとかね、はい、あとはすだれをかけるみたいな、よしずかけるみたいな、網戸をかけるみたいな感じのことをすると割と大丈夫だよという話ですね。まあ直接ね、ちょん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 って水の中にお尻つけて卵を産むじゃないですか、はい、でしっかりネットしてて絶対トンボなんか入れないかったはずなのに、水面にねちょんちょんできなかったはずなのに、なぜかヤゴがいるっていうことないです？ありますよね、はい、もう絶対入らないようにしてたはずなのにヤゴが入ってるって、なんでだと、近所のいけすかないおじちゃんおばちゃんがヤゴをうちに入れたのかとか、そんなのじゃないですよ。なんでヤゴいるかっていうと、水面にねちょん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 とお尻入れてするトンボばっかじゃないんですよ。ばらまくやついるんですよ。ばらまくやついます。もうバラバラバラって。もうそういうやつがいるので、はい。ヤゴが入ってますよ、といった話です。お、なんかね、9分以上喋ってますね。ヤゴについて。はい。まあ、ヤゴがメダカ、めっちゃ食べるから気をつけた方がいいよって本に書いてあったんですけど、いや、メダカしかいなかったら食べるかもしんないけど、外飼育だと、何かしら水槽の中にいるからそっちを先に食べるけどなと思ったお話でした。はい、季節感がないメダカのお話を今日はさせていただきました。それではメダカッキーでした。バイバイ。